今回ご紹介するのはアレス電動ガン EFCS 搭載バージョン RDB。 この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドックぶつけ、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ハイキュー、デメリューでーす。目線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 が下下下下、難しい銃は、あ、これは難しい銃ですか。わかんないもんね。今調べてたんですか。調べました。調べました。久しぶりに。マジっすか。あのハイキャパのスライドが外せない、あれデメだぜって多分もう言われてますから、はい、コメント欄に書かれるやつですね。書かれるやつで、はい、もうそんなレベルの人がレビューしてるんだから許せや、ね、見ながらでもええじゃない、ええじゃのか、ええじゃない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 か、なんでなんで、いやいやいや、今のは伝わったでしょ。暖かい感じのね、こう、はい、うん、気温だよね。今日ですか。今日ね、晴れましたね。晴れたね、うん、雨降ってたのや。めっちゃ雨でしたけどね。なんか、いや来る時すごい嵐みたくなってて。そうなんですよね。結構焦ったっすよ。結構ひどい雨降ってんなと思って、うん、でもいやなんかね、ずっとうちのマネージャー髪の毛気にしてんだよね。いや、増えたなって。ミノキシ汁。ミノキシ汁。ミノキシ汁。なんすかそれ。うちはあのモケパドックの30年後は、はい、育毛もやっていこうと思ってるんですよ。もうね、多角化展開して白物家電の清掃から始まり、はい、育毛、さらには、針金で作った、はい、カツラのベースなどなど。この間聞いたらカツラのベースもあの、はい、毛がない人には、はい、こうノリがね、ウィッグみたいなね、ノリだから専用のノリが、そう、そうすると良くないから金属で作った、あの、はい、頭皮に突き刺すタイプのやつを開発して、マジで痛いやつじゃないですか。売っていこうかなと、ちょっとね、銃だけじゃ食っていけないかもしれない。頭皮にリマウントみたいなの埋め込めばいいんじゃないですか。こう QD のを一色的にパチンパチンってこう、完全にもうアブドーラザブッチャーしかできませんよ、そんなまだブッチャー久しぶり聞いたあのね、あのぜひね、うちのマネージャーがね、毛薄で気に悩んでるから、はい、ハゲが多いんですよ、結構。結構ハゲが多い。あの、何ですか、全面ハゲもいれば、はい、薄らハゲもいて、サンプルはいっぱい取れるんでうまくいったら、あの、和田さん営業してもらうから気配薬、気配薬、気配薬からベース製作までインプラントみたいなもんだよね。歯にドリルでこうつける、だから頭に QD 装置をつけるっていうね。で、そこにこうバチ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 と絶対取れないからって藤原組長でもやらんでしょうねそんなハードコアやなんでしょうって。でもちょっとそれぐらい奇抜さを狙わないと、はい、事業は広がらない気がするんだよね。まあそうですよね。2ちゃん作った人も奇抜さでいきましたからね。キラユキシもすごいじゃないですか。そうそうそう。だからまあそういう奇抜さはちょっとサイコパスと紙一重なんですけど、ええ、ギリギリのところ攻めていきたいなと炎上しないところを。まあ炎上したら下でしょうがないですけどね。白と黒があったら完全グレーをグレー路線ひたすら進んでいきますよ真っ黒なんですけどグレーだって言い切りますからあ、最悪やなひとたび1ミリでも間違ったらそれは黒になりますじゃあこれ黒に見えるのって、うちらにはグレーにしか見えないなって言い切っていきます。最近あれですよ、ちょっと、はい、犯罪の香りがするナンパ式子育て法っていうのを聞きましたよ。え、なんすかそれ。もうチャットでね、こちらの生配信してる時にですよ、はい、子供がミルクを飲んでる時に、はいはいはい、途中で寝ちゃったと、うん、全部飲ませなきゃダメじゃないかと、ナンパ式では、はい、そんなことしたら吐いちゃいますよと寝たんだからいいじゃないかと、うん、それはお子さん多分僕も知ってる知ってる、会ったことない、私もないよね。で、なんだったらその続きでね、お風呂入れる時に手足をバタバタさせて暴れて大変だと、はい、ナンバ式では、はい、手足縛っちゃえばいいじゃないか児童相談所来るわ。本人は悪気がなくても完璧な犯罪の香りがするんだと。いや、ダメっすよそれはダメっすよ、マジで。黒黒、ね、これ重要なテーマでございまして、虐待かどうかっていうのはギリギリのところであるのが、
自分は親心的に冬に子供をお風呂に入れた時2歳とか肩まで使ってやっぱ100なんですよ。そうですね。でそうしないと子供って服をすぐ着せても熱いって脱ぐから、なるだけ湯冷めをさせないようにこう入ってなんか気を紛らわせて100まで数えさせるじゃないですか。でも途中から悲鳴なんですよね、熱い、熱い。そしたらお父さんもダメーってこう肩まで肩を掴んでダメーってやるわけですよ。多分ナンバ式だとあの上に板かなんか先だけ出るのをつけてね。もう先駆け男ですよ、私それやったら。男塾の中脂身が出る。だからね、そういう手じゃないけど、こう聞こえ方に言ったら、うんうんうん、お父さん虐待してるじゃないかと思われるけど、供述は多分教育のつもりだった。供述の時点で黒いですからね、もう完全に絶対ね、ああ取り調べ室でそのセリフを吐いてくれると思いますよ。変わった手なんですね、もうその後って。でもね、やっぱりこう子育てをしていくね、経験された方たち、はい、いろいろいらっしゃると思うんですけど、本当にね、あのこの中でパパ何人ですか。パパです、パパです。え？出演者側だけパパです、あのまだできないな、縛るのは結構きっちりな。多分この人本気で多分やるんじゃないかなと思ってるんですよね。実際そういう場面になったら。子供はでもすごいですよね、あの予想しないことしてくれますもんね。予想しないこと、例えばそういう、ハリーとかを、はい、あのこう恐竜の針とか裁縫道具が入ってる恐竜のね、頭の中にハリーポッターが違う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 、そっちはあのね、ネレネレみたいなのやらないからこういうやつ、そういうのやらないで、寝れば寝るほどですか、それは。ええええで、針とかもう裁縫道具とかがあったとして、あって、はい、あのガムテープを貼ってあの、はい、こう使わないから普段って言って、うん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 、そのケースは置いといたんですけど、はい、子供が3歳ぐらいの時それを見つけて、はい、おもちゃが入ってるんだと思ったんでしょうね。あー、なるほどね。ガムテープを剥がすことができないから、はい、一生懸命噛んでるんですよ。何やってんのかなと思ってピッて見つけたら裁縫箱の蓋開いちゃってるから、はい、針何本あるかなんて見てないじゃないですか、はい、飲んじゃってないかと思って深夜病院連れてってレントゲン撮ったんですけど、はい、あの開けられないだろうと思ってる手ではやっぱ剥がせないんで、はいはい、その意外性ナンバーワンの歯のこう出来たての歯でかじっていく、うんうんうん、そしたらどんどん刻んでってウィーバーンってやったら針バラバラになって出てたのを見たら、うんうんうん、もう予想外でしかなくて、まあそうですね、手が届くような場所にないのにどうやって取ったんだこいつはみたいなの、あ、上にも置いといたら、ね、そうなんですよ。全然もうそれで開けられたから、ハイハイアタックでこう少しずつ落とすのかもしれないです。おいおいっいやーもう慌てて1ミロこう練習ぶちかましのねぶちかましの練習のように、あれ当たんなくてよかったなと思ったんですけど、いやいやいや、でも飲んではいなかったですね。あ、よかったんですけど、いやそれはよかった。ちょっとね、飲んでたらどうしようかって言ったら、飲んでたらどうするんですかって、あ、磁石を入れてヒュッて引っ張りますって言われて、何言ってんだこのお医者さんは。でも実際あの磁石を飲んじゃったとかで、あ、腸閉塞を起こすとかもね、あるんですよね、子供ありますからね。これからね、はい、あの反対側の3人はそれに苦しんでもらいましょう。はい、そんなね、あの意外性のある僕5時のパパなんですけれども、はい、ベテランじゃねえか。5時のパパであるフクメンタルトの黒は田辺です。よろしくお願いします。はい、告知していきますよ、はい、みんな大好き告知タイム。パフパフがないから俺一人でやる。3本もやってりゃ ね、はい、ね、だいぶこう馴染んでくるよね。馴染んできました、今いい感じに。でもこれ1ヶ月後のまた収録の時には会って3日目の対応みたいになりますから。すげえ距離感。まずはまずはまずは7月4日に、つくさばにプライベートで遊びに行きます。イエイイエイ、パフ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 、ちょっとマスター、イエイ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 、マスター、はい、まあでも普通に遊びに行くだけなんで一緒に遊ばれる方はよろしくお願い。グタグタしちゃってます。はい、あとですね、8月8日日曜日愛知県で、青空ハッスルさんというところでですね、山サバっていうのに、ゲスト参戦させていただきます。午前1ゲーム、お昼挟んで午後1ゲームっていうね、山ん中でサバイバルゲームをやるそうです。フィールドさんにバリケードはありませんと。で、下手すりゃ結構過酷ですと。で、前回参加者から聞いたら意外と地獄って間近にあるもんだなと。なるほど。身近にあるもんだなって言ってました。
で、じゃんけん大会とかもあるそうなので、よかったらですね遊びに来てください。はい、あと9月5日日曜日芸人の一人告知終わりみたいなね。9月5日日曜日群馬県忍さんです、フィールドは。はい、ゲスト参戦させていただきます。こちらですね、9月6日が僕の誕生日でございますので、幸せのお裾分けってことで、9月5日にはですね、いろいろなじゃんけん大会でね、みんなと一緒に幸せのお裾分けしていこうかなと考えております、はい、9月5日の群馬県忍さん、なんかちょっとこじんまりとしたフィールドさんなんで、みんなで一緒になって遊びます。僕こう行ったり来たりしますよ、いろんなチームをね、そこでねやらせていただきます。そのまた、まあ、翌週なんですけど、9月11日長野県にあるアサルトフロントさんですね、ゲスト参戦させていただきますんで、これ詳しくはツイッターの方載ってますんでね、よろしかったらご覧になってみてください。そしてギクッとちょめちょめっていう心霊 YouTube 番組はですね、大人の夜のハイキングと題しまして、怖いの苦手な方でも見れるような番組やっておりますんでね、よかったらですね、はい、もう目覚めの時間でございますんで、そろそろ告知を終えていきたいと思います。もうあっちでこうもう伸びしてましたからね今ね。ナイスタイミングでございます。撮影してるのに目覚まし入れとくって相当すげえなっていう。しかも裏方さん途中でもうなんか目薬とか買ったんで、これもうやめた方がいいのかな、そろそろ告知頑張って。いや、いいです、待ってますからね。まあ自由に待ってます。そんな感じでツイッターと、まあ、ギクッとちょめちょめをね、怖いの苦手な方でもね、もう今後はもうデメさんもねゲストでぜひとも出てくれるっていうことなんで、今度俺必死に抵抗するよ。もう撮影次インバヌマなんで、こっから近いんで、もうバイクで来てください。いやいやいや、もうねインバヌマいいところですよ。インバヌマね、インバヌマの伝説を追います僕らは。あの自転車こぐにはいいんですよ昼間。夜です。夜はね、あのね、なんかいる気配がするから嫌です。結構夜インバヌマの伝説があるらしいんで、それを追いましょうと。気温下がる場所とかあるんですよ。うん、らしいですね。なんかあそこね、歩いたりする人もいるんですけど、なんかこう真ん中あたりがやばいらしいです。沼と沼をつなぐ真ん中やばいっていうことなんで、そこまでハイキングしましょうね。あそこやばいっすよ。あそこやばいらしいですね。あのね、本当に昼間行くと、あ、こんなに雰囲気違うんだなっていう、はい、ぜひYouTube ね、うん、見て、はい、ね、僕は出ないと思いますから。ちゃんとじゃあなんかこうパネルくださいね、こうデメさんも一緒ですって。そんなわけで僕の告知ここまでです。はいはい、ご清聴ありがとうございました。じゃあバイデメー。なんとうちのスタッフの目覚ましによって切られるという、ね、もうバイデメーじゃないですか。なんでここだけなんか忘れされるんだろう。後であのね、スタッフをちゃんと縛っておきましょうね。とんでもねえ、もうあのゲストの扱いがひどすぎると。じゃあうちの告知いきましょう。はい、はい、ということで当日の舞台の生配信、本庁のカメラとは別に定点でお送りしております。概要欄にリンクがございます。こちらの方を見ていただければデビルがもっと楽しめるんじゃないかなと思うんで、ぜひご覧ください。そしてモザイクライト水曜日、模型パドックの迷彩教育、こちらの方千葉の FM ラジオ局ベイ FM さんで、サバゲーエアガンのコーナーをやっております。もう1年経ちましてね、サバゲーイベントもねちょっと組んでラジオを絡めてね、番組を絡めていきたいなと思ってますんで、ぜひね、聞いて参加して応援してと応援していただければなと思いますが、 FM 視聴エリア外の方はラジコで、ラジコでも聞き逃した方は YouTube もね、収録の舞台裏こちらも公開してますんで、ぜひね、ラジオの裏側がちょっと見れちゃう感じありますから、ぜひご覧くださいと。そしてデメウラビューもゲッパーインフォメーション、デメウラビューはフィールドレビューチャンネルなんですけれども、なかなかね最近はフィールドのレビューができなかったんですが、やっとちょっとねいけるかなっていうところに来てますんで、別チャンネルとなってます。チャンネル登録して追ってみてほしいんですが、あとはもげぱインフォメーションね、ちょっとまだ店舗の紹介しかしてないんで、次にちょっとフィールドや工房も行けっていうのが最初のプランだったんですけど、なかなか続編がないんで、そのうちまた撮りたいなと思ってますんで、ぜひご覧ください。はい、どうぞ。はーい、自信ないよね。え自信ない。自信がないっすか。うん、あのね、はい、どこよこいつっていう気分になっちゃいますよね。まずはまず一つ聞きたいんですけど、これ実銃があるんですかないんですか。あるんです。あるんです。
さあ、じゃあやっていきましょう。本日ご紹介するのはこちら、はい、アレス製 アレス EGM カッコケルタックみたいな感じで発売されました RDB でございます。まあまず基礎知識的なところからやっていきましょう。はい、まず作っているメーカーはアレスさん。はい、台湾の、そうですね、台湾メーカーだったかな、アレスさんは、はい、あ、香港ですね、アレスさん。香港か、ごめんなさい。で、香港で、EMG とは何かというとケルタックの商標を持っている、はい、メーカーさんだと思っていただくといいと思います。このケルタックって歌えるのはその EMG さんの許可があるからだと思っておりまして、はいはいはい、じゃあケルタックとは何ぞやというと、はい、で、クロアトちゃんずっと言ってたけどケルヒャーが出てくるっていうと、そうですね、そっちじゃなくてアメリカの重機メーカーがケルタックなんです。あ、そういう実銃のメーカーがケルタック、はいはいはい、で、エアガンで言うならば KSG というメーカーが、はいはい、KSG というショットガンがあると思うんですけど、 ありますよ、あれはケルタックショットガンって意味で KSG なんです。それであれもケルタック製なんですよ。そこまで来たらつながりましたね、はい、でこれも見た感じなんか KSG のショットガン似てるなっていうのが、そうそう思ったっす。これがケルタック製のデザインだと思っていただけると、いいかなと思います。じゃあ、ショットガンなのかっていうとこれはアサルトライフルの分野になります。なるほど、はい、特徴的な形なんですけども、うんうん、まずね細かく説明していきますと、こちらブルバップというモデルになります。はい、マガジンよりも、チャンバーよりも前にグリップがついている、これをブルバップと言います。はい、じゃあブルバップの利点って何ですかと言われると、はい、バレル長を確保することができるのに対して、短く作れるんですね。あ、なるほどね。バレル長は長いままにして、9段チャンバーこちらにありますから、はい、こっからここまでがバレルなんで、安定した弾道を得ることができると。なるほどなるほど。サイズ感もコンパクトにできるというのがこのブルバップの、いいとされていることでございます。じゃあ電動ガンでは実際どうなのっていうところ、はい、これ実は効果があるんです。バレル長を短くするとやっぱりチリ玉も多くなるので、ある程度の長さは必要なんですけど、はい、300ミリぐらいあればいいんですけど、多分これ400ぐらいあると思うんですけど、はい、十分その要件はクリアしてる、うんうんうん、ということでバレルの長さという部分ではクリアです。はい、で、あとは特徴的なのはですね、これ人それぞれによるんですけども、マガジンをこちらに刺しますね。はい、マガジンはなんとですね2種類ついてて、ゲーが小っけーだとついてる。そうなんです。この芸の細かさがすごいのが 6mmBB 弾なんですね。はいはいはい。で100ラウンドと130ラウンド入る2種類ついてる。ラウンドっていうのは パツ数みたいな。パツ数です。パツ数、これ書いてあるんですよ、これ刻印に130とか、うんうんうん、100とか。あ、ほんとだ、ちゃんとね。これあれなんですか、多弾じゃないんですか。これは、スプリング式の弾数の、うん、いいですね。で、ジェネレーション3というモデルでございまして、AMG100M4AEGFGKTLTD と GENE3 でシリアルナンバーは全部一緒なんですけども、はい、こういうのが2本ついてるということになります。普通にちょっとマガジンはかっこいい。かっこいいです。で、じゃあ他のスタンダードマガジンも使えます。はい、ね、ああなるほどね。で、驚けっていうのがですね、はい、この銃実銃の話になるんですけど、はい、発射したらなんと排気をここからするんです。弾こっから出てくるっていう、普通だと横からバーンって飛んでくるんですけど、このケルタックのこの RDB はこの下からそんなに読みづらいんですか。 RD と B って重なるとどっちってなんで、 RDB は、はいはい、こう下から排気をするって、これも珍しい。ブルバップだとまあファマスとかステアとか、はいはい、まあ、P90 まあ横からね、うん、あれもファマスステアは横からですが、 P90 も下からですよね。あ、特殊な排気をパラ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 っとするっていう。え、それってあれなんですか、左利きの人でも使えるようにとか。伏せた時に、下から落ちていく方向、あとは、マガジンが、はい、なんだっけな、排気施設を右とか左にやると右利き両側でもできるんですけど、結局変えなきゃいけないので、はいはいはい、で統一化したら下が一番効率的だったとか、はいはいはい、そういう案件はあって、あとはカートレス弾を入れてみるとか。カートレス弾、
薬莢がない玉を開発ずっとしてるんですよ、薬莢なしにすればその分軽くなるので、あ、確かにそうですね。そうすると玉が持てる数が増えるとか、うんうん、そういうので、まあ次世代型と言われるものってそういう銃非常に開発は進んでるんですけど、はい、まだ実用化まではあんまり至ってないという状態なんですね、うん、でこちらはまあ、正直データ自分も持ってない銃なんで最新、はい、モデルの方、新しいモデルなのかなと思っていろいろ調べていくと、こちらアメリカの民間のシューターの方々から人気を得ているモデルだそうです、はい、軍用っていうよりも民間シューターさん型と、はいはい、シューターってことはじゃ あの人を撃つためとかではなくて、まあ、あの競技とかトレーニングをするような方たちに人気のあれですよね。マガジンチェンジがちょっとやりづらそうだなと、ブルボップって元からちょっとねやっぱ慣れないとやりづらいですけど、これかなり当たる感じはありませんでしたっけ。まずブルボップこれ ねマガジンの切り、マガジンチェンジがちょっと特殊でして、はい、このレバーなんですね、うん、このレバーがなんぞこれすごい構えた時にこういうちょっと特殊なアクションになるんですね、はい、やりづらそうなんですね、うん、まあ自分の指突き刺すよね、一生懸命外してこういう風に、あーなるほど、結局手首が返っちゃってるんで、はい、ちょっと癖が強いんです、はい、ブルバップのマガジンチェンジという、うんうんうん、でこれスリングフックだと思うんですけど、はい、違うのかな、こっちにもついてるしこっちにもついてるし、これもスリングっぽいように見えるんだけど、どこでもつけれるよみたいな感じなんですか。バックエンドの上にもついてますし、先端の方もそれっぽいのがついてますからね、だね、いろいろな場所にこれフロントもついてるしっていう、つける場所いっぱいある、もういかようにでもかけられる、 7箇所ぐらいはこっから見る限りでもついてますね、2、4、6、7、うん、7箇所だね、うわ、ついてる。下は何かあるんですか。下はね、特にはない。あれですね、え、ストックからお話をこれどうします、それ伸びる、伸びません、え、伸びないんすか。固定ですね、ボタン、これボタンっぽいのが押せる。ラバーというか、ラバーですね、マイリトルじゃないですか固めの硬質ラバーかな、硬いマイリトルですか。そう真面目な、ね、真面目なバンドっぽいですね、硬いマイリトルラバーって。いや、あの男女問題では解散しないと思います、多分最近また復活した。あ、そうですか、本当にマイリトルマイリトルですね、そうなんだ、硬いマイリトルになっちゃった俺でこれ、はいはい、まあ、さっきあの説明したマガジンなんですけど、はい、130連と100連が入って、ここにマガジンキャッチがついて、こう押し込むタイプ、はい、これね、ちょっとなんか取りづらいのかな、なんか変な感じ、あー、なんか変な感じ、あんまり好きじゃないで、はい、トップレールが、まあ、20ミリがついていて、はい、銃がね、全然入らないで、こっちにこっちに、マガジンが、マガジンじゃなくてグリップもね、なんか独特なブロックっていうか、独特っすね、うん、フィーリングが不思議ですよね、うん、なんかちょっと未来型なのかな、金色い型のグリップの、うん、そうですね、あんまり握り心地が、で、ショートマガジンだとあれですか、グリップより同じくらいなんですか。あ、ちょっと抜きづらいな、入れづれ、あ、今入ったっすね、同じ高さだね、ここ、なるほどね、うん、はい、ちょっと伏せたりなんかするとね、こっちじゃないとちょっと当たっちゃうのかなって、はい、寒冷ジム用じゃないですか。寒冷ジム用ではないじゃないじゃないですか。で、ポジションは、セーフティー、ファイヤー、はい、オートですね、はい、アンビです、はい、右左、構わず、両利きで使えるようになってるのと、やっぱ両方用の、ボルトがこっちなんだね。でも切り替えとかはできそうですか。でもこっち側も開いてるからなんかいけそうですけどね。あ、本当だ、開いてるね、入れ替えできそうだね、これは。でもどこも開かないんだよ。あ、本当に実銃では切り替えられるのかな、わかんないけど。ああ、なるほどなるほど、まあ、付け替えればいいだけっぽいけどね。それと、はい、これハンドガード外さないとバッテリーが出た、入らないんですけど、ハンドガードこれがね、これピンなんです、ここの部分。え、それで一発でガチャンみたいな、
これね、はい、大変なんです。裏側から、はい、なんでこういうの作っちゃうんですかね。使う人いないんですかね。なんか例えばこう作ってるデザインする人でサバゲーマーがいないとかそういうのなんですかね。まあ実銃から採寸してるとなんかねやっぱなりがちなんですか、まあ、バッテリー入ってないですからね実銃ではね。えらいピンカ大年これ。怖い怖い怖い。反対側からまあただおいやあ飛んだ飛んだ飛びました。ビスみたいになってるのこうやって。ビスビスみたいになってる、はい、ね、けどビスで止まってるわけじゃない、ね、じゃない。ただ埋め込んであるだけじゃない。ビスじゃない。ビスだけ一応1本でいけるんですね。でそれはハンドが通ります。はい、スポーツスライドさせて上に、そうして、あ見たことないの、これすげえ。注目してもらいたいのがラージの T 型なんです。はい、あ、あ、T コネで、なんとこちら EFCS という電子トリガーが搭載されております。はい、それはすげえんすか。普通に、セミオートのキレとかは良くなってるはずなので、はい、おどうですか、まろやかですか。あんま好きじゃないですね。なんちゅうこと言うんですか。あのね俺結構でもこのデザイン自体は好きでしたけど、ね、銃はね面白いんですけど、うん、音が俺の好きな音じゃないですね。ちょっとギョリギョリ言ってるっていうか、ギョリギョリ、あのまあメカボックスね、あの耳に近いところにあるんで、このはいはい、キューンってちょっと高い音がするんですよね。他の電動ガンとか撃ってる人は気になるかもしれない。あと気になるのがバコバコ言ってるんですね、音が。わかんないですよね。はい、このボコ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 ってちょっと気持ちよく音が抜けてるんじゃなくて、何か抵抗があってポコポコって言ってるんで、はい、玉詰まりが起きそうなこう。ああっていう、はいはいはい、こういう音多分あんまりしないと思うんですよ。はい、これ叩いた時にエアがしっかり出てればバーンって言うんですけど、うんうんうん、これはエア漏れをしてる音じゃなくて、はい、なんか食ってる音だと思うんですね。こうピストンがボコボコってこう綺麗に押し切れてないんじゃないかなと勝手に予想してるんで、何かこうメカボックスをいじったりとかすればこれは改善される。そうです、そうです、改善できると思うんですけど、はい、ノーマルの段階だとなんかあまり好みではない音ですね、うん、まあこういうこと言うとあいつ何も分かってないのにハイキャップ開けてねえのにとかね言われちゃうんですけど、私はそれを根に持ちながら、はい、なんかちょっとね音の鳴り方にはあまりいい感じはしないですけど、今リポも 2000mAh 入れようとしてるんですけど入るかちょっと分かんないんですよこのサイズで。注意事点はここのコードが下に回らないようにしてくださいっていうのがすごく重要らしくて、噛んじゃうと噛んじゃうんですって。で噛むとやっぱ爆発するんですか。いや、多分バッテリー被膜破れちゃう可能性が出てくるので、はい、本当に入れるときにですね、これミニタイプが入らないみたいな。もう本当ね、これなんですよね。こういうのありますよね。ありますね。なんかすごい入りづらいの。これミニ入れるのは厳しいのかな、やっぱり。あれとかもそうじゃないですか、なんだっけ M4 の短いやつなんて言うんでしたっけ、パトリオットとか。そう、あれめちゃくちゃ入れづらいですもんね。これやっぱハンドカードね、これだと入らないですね。このバッテリーだとセパレートを使ってくださいってうちのサイトに書いてると思うんですけど、はい、ちょっとぶつかっちゃうんですね、このコードが、はいはい、で、これで無理やり入れると切れちゃうんで、はい、やっぱセパレートタイプかミニよりちっちゃいタイプを入れてもらうことを推奨します。はい、うん、ちょっと今ハンドカード取れちゃいましたけど、まあこういう風にですね、バッテリー本来収まるんですけども、これ、はい、もうちょっとちっちゃいやつじゃないですか。ちっちゃいやつ、はいはい、はい、で、フロント、これは取れるのかな。手じゃ取れないね。なんかこうスパナみたいなやつ。ネジはネジは切ってると思うけど、着やすくは取れないね。着やすくはない。うん、多分温めたりしないとお硬い感じな、もう全然回ろうとしないのでお硬い攻めますね。かなりこうガード固めです。ガード固めですか。ちょっとね、衣服脱がすの大変です。これ脱がすだけでも大変だったの。そうですね。これ言うならば、男女問題では絶対大丈夫です。冬のアウターコートを脱がしたレベルですからね、まだ。あ、まだそこも。まだそんなもんです。そんなもんですか、そんなもん。これで靴下ですかね、やっと。これ相当大変だと思います。へぇそこまで掘り下げて大したないんじゃねえっていう。だってもうこれ以上広がりが分かんなかったっす、俺。全部内臓まで見れますよ。内臓まで見れますね。まあ、内臓までやるためには多分ここ全部割りなのか抜きなのかいろいろ見なきゃいけないんですけど、はい、いかんせんね、ビスのダミービスも含めて異常に多いんですわ。ダミービスってあるんですか。これ多分ダミー何本か入ってますよ、これ。へぇ、
これダミっぽいもんね。わざとそうやってこうかっこよくするってことですか？そうですそうです。あ、実銃のビスの数を真似してみるとか、はいはい、でダミー回すと、はい、ねじれちゃうんですよ。だからねじれちゃう。あ、そうです。ダミービスを一生懸命外そうとすると潰れたネジになっちゃうので、はいはいはい、それを 見定めなきゃいけないので分解結構大変なんですよね、こういうのって。一回こうちょっとテンションかけてみて、そうです、六角で軽くクッて回してみて、うん、あ、ダメだなっていう。で、反対側の受けを見て両側で止まってるかなっていうのを見るという形なので、まあ分解は多分やるとは思うんですけど、はい、いつとは言えないです。カスタムが入りしたいという形なんですけど、はい、EFCS っていう電子ファイヤーコントロールユニットが入ってると、はい、簡単に分解できないんですね。え、ギアに磁石が入ってて、丸井さんもこれからやってくる予定なんですけど、はいはい、MP5 も磁石で感知するシステムが入ってるんですけど、はい、それがもう元々入ってるメーカーさんなので、うんうんうん、簡単に分解してパーツ交換しますっていうと打てなくなるとか、そういうのがあるメーカーさんなので、ちょっとそこはですね、含みを込めて、簡単にはバラしてバネ変えるだけだったらいいんですけど、ギアは変えない方がいいかと思います。なるほど、はい。いやー、真四角だね、この銃すごいですね。これあれですよね、デザートジムが持ってるやつですよね。誰ですか、デザートデザジムが持ってるやつじゃないですか。ガンダム系。ガンダム系。ちょっと詳しいの今日お休みなんで、すみません。じゃあそれはもう膨らませずにいきましょうっていう長さですけど、じゃあ実際にブルバップになって短くなったというとどれぐらいあるんですかというのが気になるところですので、はい、実際に長さの方分かっていきたいなと。刻印とかいいですか？刻印とか、こっち側にね、一応あるんですよ。なくない？こっち側に、はい、これあ、ここ、ここか、こっちか。これはちゃんとしたライセンスだと思う。こっち側、右側全く何も入ってないもんね。左側だけないもんね。あとこれメカボが後ろにあるんで、グリップもあれなんですね。なんか、モーター入ってないんで。そう、空洞になってるんですけど。なるほど。それは細いんですか？もう握ってないから分かんない。別に細くはないよね。そんな、それはまあ、まあ実銃と一緒なのかね。トレポンとか握った時の方が感動するよね。ああ、細いっすね。これホップは、うん、これホップね、ここなんですって。見えないと思いますけど、赤いやつ、この中にダイヤルが入ってるんですって。手で回せるんですか、それ？マイナス使わないとダメみたいですね。赤いのかな、わかんないけど、どれだ、この中、チャンバーの奥のところに、奥のところにある、あるっていう情報なんですけど、ドライバーで、うん、マイナスドライバーのちっちゃいので回さないと多分ダメだと思う。チャージングハンドルは全く稼働するギミックだってことですね。です。どこも開きません。あ、サイトもないですね。ないです。レールがトップここだけとボトムだけ。で、買った時によくここにつくやつあるじゃないですか。はいはい。それもないと。ない感じですね、これは。もうなんかつきそうなやつつかなそうな。そこにも QD っぽいのが、あ、それ、そっちがピンの。ピンか。うん。拡張性なしだね、ほとんど。でも多分これ本物だと適合したレールとかあるのかもね、このネジピッチで。あー、なんか本来だったらあるような、あ、横につけるようなわかんないですけど、はい、でもこのアールドはダメだな、まっすぐつかねえもんな。ちょっと使いづらそうですね、その位置。使いづらいでしょ。一気に切りましたねすげえ、いやいや、すげえ鋭角に切りましたね。まっすぐなレールはつければいいんですけど、斜めになってるレールにつけたって斜めの、あ、でもレール側を斜めにしたければ垂直になる、正になるか、うんうん、まあやんないっすよね、普通はね。横にってことは、じゃあなんかこうライトつけたりとかそういうのは難しいよってことですね。ホワイトグリップを手前につけてライトは、あ、奥の方っていうのが多分いいと思いますね、はい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 、拡張性ほとんどないっす。残念残念、グミ用でやっぱ考えてないんだろうね。やっぱでも見た目はかっこいいんですけどね。こういう面白いのはね、デザイン的にはいいんですけど、ほら、年取ってくると若者受け入れられない気持ちってあるでしょ先の若いやつだって言っちゃうやつ、まあ、ちょっとね、そういう世代の銃なんですよ。ああ、昔の銃なんですか、M16 とか、はいはいはい、AK とかって、うんうん、受け入れられるんですよ、はいはいはい、もうその時代で遊んでたから、はい、もう最近の若いやつらだって、はい、これはもう新しい世代、もう新しい世代なんです。ニューエイジが来た。そうそうそう、なんだこの四角いのはとか思っちゃう人なんで。なるほどなるほど。だ、銃としての性能が高くてもロマンが足んねえとかいうのがシグが俺は結構言うんですけど、はいはい、銃の性能高いから、はい、でもガバメントみたいなロマンは少ねえなとかいう、うんうん、まあ戦う人にしりゃロマン言ってる場合じゃないので、まあ当たって使えるもの、当たってなんぼみたいな、まあそれの点では多分
一定のクオリティは出してきてると思うんで、うんうん、大丈夫だと思うんですけど、まあちょっと長さ測ってみましょうや。はい、コンパクトブルバップってコンパクトになってるよって言ってるんですけど、これはつけたまんまじゃなくて大丈夫ですか？あ、そこは大丈夫です。高さはもう、はい、はい、じゃあ 10m 目じゃね、ブルバップで測りますか。ブルバップよっ、足りました。2人に増えた。697 697で、マガジン差しとこ書いちゃう、最大長じゃあいい、長い方のマガジン、長い方で行くならばすっごい測りづらいんだけど、トップはここなんだよ多分。一番出っ張ってるのがそこ、うん、トップで行くとね、大体だよ。足ります、足りすぎてるな。300、あのランドセルに入る30センチ定規で行けるね。250ぐらいかな。250。まあこれ突き刺してね、移動しちゃいかんよっていう。どういうことですか？あのガンケースに入れたりするときにマガジンを外さないとここが支点になってぶつかるんで、今長さは測ってますけど、はい、持ち運ぶ際には絶対マガジンは抜いてもらった方が安全面でもいいのでね、はい、あのマガジン入れて移動する、マガジン入れたまんま移動する人っているんですか？あのやっぱ傷が入っちゃうんですよね。これをガンケースのこうやって横に入れるとバチバチ当たる傷が入るから、収まりがいいから入れとこうとか、別のポケットに入れないと傷が入るっていうのが、ポケットがないからっていうと、で呼んできますね。はい、おお急だった、びっくりした。よし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 病気なんだ、病気。こんにちは。あやちゃん、こんにちは。あ、こんにちは。あ、どうも。どうもこんにちは。で、今日のジュって何？寒冷ジム、ブルパップジム専用小銃です。レーザー出んの？はい、そうです。スプレーガンかい？スプレーガンです。KBB？ RBD？ なんでもいいや、早く考えてくんねえかな。これ持った方が大丈夫ですか？はい、いつもの機械で測っていきます。結構重たいんですね、こうやって持って。そうなんです、重量はね、うん、結構あるんですよ。まず単発でいきます。はい、耳もっと、はい、ガフリはやっぱ鳴ってる気がするんだ。 94.5。 ガフッガフッとこう打った時にやっぱしっかり抜けきってないような音。でもこれでも出るからな、弾が。測る時に喋んじゃねえよ、拾うだろうかい。やっぱ帰るくんやろう。すいません、すいません。あ、フルオットでお願いします。はい。101.0。はい、重工がいきまーす。はい。ギアなりだよな。108.7。キンキンなるのは絶対。111.2。これ高音鳴ってるよね、フロートだと。キリ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 ってすぐ鳴ってますよね。これメカどこだい？メカ真後ろ。真後ろ？ここってことです。そうです、そこです。真後ろ。まあそこでも音取れっけど、横の方がいいのかな。いきます。104.0。108.7。嫌な音するね、これ。いや、今は自分で打って言ってる意味がやっと分かりましたね。なんかキュン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 みたいな、耳につくような音がちょっと残るんですよ。だから苦しく回ってるのかなと思っちゃう感じなんだよね。油がないとかそういう感じなんですか？ギアのあさりが強いって感じ。帰れ。何？村さん帰れ。村さん帰れって。村さん帰れ。もうちょっと追させてくんねん。もう帰れ。もういいの？もういいの？もうお腹いっぱいだよ。お腹いっぱいやらせたろ。じゃあもうクリームパン見つくったらお腹いっぱいだよ。帰る。帰るね。バイバイ。じゃあ下ろしまーす。子供の頃の高花田みたいなね。高花田。あ、終わった？終わりましたね。高花田じゃないんですね。はいはい、高花田。高花田。やっぱちょっとあの音は気になるよね。うん、なんかキキ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 キンっていうのは、あのこれがいい音だっていう人も中にはいらっしゃるけど、まあ耳があんまり育ってねえんだよな、そいつは。あ、あれもやっぱ口が悪いですよ。やっぱありますね、あの売ってるゴボ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 を、うん、なんか分かるわ、分かる。で、打ってくとなんか、うん、打つとセミ音で
スパンってこう本来和田さんが使ってるような銃ってスパンってこう切れ味のいい音するじゃないですか、ね、それがなんか引っかかってるような感じがして、そうですね、ポッカポッカポッっていうような、ちょっとこう下水から聞こえる音っぽい、コポッコポッっていうような、ちょっとそういうこもった音がするので、うんうんうん、パッキンが硬かったり空気がしっかり出なかったりするか傾向が強い。なるほど。箱なしでももちろん使えるんですけど、うんうんうん、だからその適合が日本の基準のパッキンで合わせてるのかっていうのもいろいろあって、ちょっと固めが入ってるとしたらそういうことが起きるので、いじることも一つ視野に入れていいんじゃないかなと。実際打った時にいくつ出るのかすげえ気になる。そうですね。あとはホップがすごいこうかけなきゃ効かないのか。ああそういうのもあるんですね。硬いパッキンが入ってると、そう、そこなんですよ。ああ痛い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 。赤いリング、リングをそれを回してくれということで。な、何番ですか。先行ってください。ナンバリングじゃない、ナンバリングに近いのかな、わかんないですけど、まあけなしですからね。ちなみに実銃はやっぱりチャージングハンドル左右入れ替えできるそうですね。できるんだね、はい、両利き用だもんね。なんか設定が今のけなしっていうのはけなしてるって意味で言ったんですか。いや、はけてるっていうことですね。ひどいっすね、ただの悪口ですね。あのね、やっぱね、いけません、悪口は。よくない、隠れて言っちゃダメ。お、表向き言っていく、表堂々とね、出していくスタイルだから。え、これまた打ち込むんすか。怖い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 。嘘でしょ。毎回これはなんかね、いつから土建屋になったんですか。海外製のは馴染むまでね。これね、意外と重いよ、多分。マガジンいいっすか。おまけシャックス。ちゃんと不正はダメですから、ね、不正してです。全国のツラサーの皆様お待たせしました。デミちゃんの通しばかり右手のツラサーだ、バカのチキシュ。こんなお俺の指折りつけだけじゃない。小指ですか。親指ですね。親指にかける重い、重いが重い。さあ大丈夫ですか。重さあ今ビス1本は入ってないわけですよね。ちょっと不正です。3215だね。大丈夫です、大丈夫です。え、何3215。はい、どうぞどうぞ。今測れたんで大丈夫です。大丈夫です、どうぞ。フロワードさんのね、右手、ここがいいか、ここがいい、右手じゃないか、左手、左手の親指よっ。さあ早く3160だね。3160、はい。え、ビスの重さも測っておくんですか。まあ、もうそういうイチャモンつけてるやつはほっといていいですから。ビス1本分ちょっと不正の疑惑が今ありますからね、気をつけてください。 10g。 はい、っていう感じで、まあ、ドットサイト乗っけますし、まあ、バッテリー入りますから、まあ、もうちょっと弾も入るし、ね、はい、あ、そっか、うん、バランスよくないよね、この銃。あ、そうなの。あー、バッテリー入っても、あ、危ない危ない危ない。ほう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 。やっぱビス止めが聞いてないから。しかしビス1本ってそんなあれなんだね。あ、トンカチが来た。トンカチ、トンカチで叩くってことですか、これ入れるの。こうハンドガードつけてバッテリー入れてもやっぱリアの方が重いね。あー、ケツ重心ってことで、ハンドガードでこう押さえつけてもやっぱり、うん、まあ、前が重いよりいいんじゃないですか。いやー、これ使いづらいよ、多分バランス的には。こうストックちゃんと当ててれば、あのステアの感覚に近いかもしれない。ステアってそんなに後ろヘビの、後ろグイーンって回るぐらいですね。ブルパップはどうしてもね、そうなりますよ。これは重いと思いますよ。重いか重いね。一発打つごとにこう回したのですか。あ、なるほどね。レンジマスター、そういう、そういう鉄砲あるじゃないですか。危険なんでやめてください。ウィンチェスターもね、ここ危ないですよね。かっこいいけどちょっとバランス悪いな。むしろなんか俺ハンドガード取れてる、これがかっこいいなって思い始めました。スポーツデザインですよね、これだけだと。すごいかっこいい。グリップの中に入ってるなんか棒みたいなのなんですかね。棒ですね。どれですか。え、これの、あ、これですか。それはなんか、なんでもないですね。多分成形上の問題ですかね。元からクリーニングロット的なものがなんか入ってるのか、ね、ここら辺でホップ調整できるとか言ったらな、最高なんだけど。棒ですね。ここにこうガスをこう刺すとか。ちょっとわかんないですけどね。見た目でもなんか見えてるんですけど。見えてますね。補強してんのかな。なんか抜けそうなんだ、抜けなさそうなって感じだね。やべ、怖い。知らねえ。はい、なんか上のガスパイプみたいなのも動くんですか。レギュレーター動くね。それも、それもギミック的には動いてるんですね。
本来だとこれは何ですか？ガスレギュレーターだと思うんですけど、ガスを放出して逃がす、要は、リコイルを調整したりマイルドにしたりするときに、この規制子と言われる、日本語で言うとこのレギュレーターでちょっと開放率を変えてあげたりすることができると。エアガンだとほぼほぼギミックでただ動くだけ、まあまあ動かないのもありますし、最近やった64なんかね、そこのホップとあれ問題大変なんだよね、なってましたね、ガスコンロの空気穴みたいなやつですね。あーちょっと業者業界が違うマジっすか？だってガスカセットコンロに下についてるでしょ、こういう。あー火力調整レバーのこと？空気穴、空気穴あれ。あー火力調整レバー違いますよ、あれやって空気もういいか、これはまあまあそれと似たような感じですね。これはいいかな、で強火弱火じゃないかな空気をちょっと大きくしてみたいな。あ、回るんだ、これ。あ、いいクリック感ですね、ガチッガチッとこう、まあなんか、ね、気持ちいいな、そういうところは表現されてるんでしょうね、はい、よくわからないから早く打ちたい、打ってみましょうか。あー、打ってみないとわかんないみたいな感じなんですね。もうオール樹脂ですから。あ、確かに本当オール樹脂。それでも3キロちょっとあったんだね。もう重いもん、ね、ここだけですか？え、これも樹脂なんですか？これ金属ですね。で、ここら辺樹脂ですね、もう全部。アウターバレルは金属ね、はい、打ちましょう。はい、打ちましょう。じゃあシューティングレンジの方でね、実際に打ってみて確認していきたいと思います。それでは実写パートの方へ。あ、どうぞ。まーちゃんとともちゃんのモケパインフォメーション、イエーイ。はい、それでは装備品コーナーを紹介していきます。はい、装備品いっぱいありますよ、はい、マグポーチですとか、あとはチェストリグですとか、お値段もすごく安いので、バラでも売ってますし、あとはこういった風に全部揃ってるものもあるので、まあ、お値段と相談しながらそうですね、はい、ちょっと量がたくさんあって探しづらいかもしれないんですけども、何か、はい、探しているものがあればお声かけてください。次、まだまだございます、こちらは、ライラックスさんの、ゴーストギアですねを揃えたコーナーとなっておりまして、BDU の、上下別のものですとか、マガジンポーチもこちらもさらに、ご用意しておりますし、そうですね、他のものも置いてあるんですけども、何かご試着ですとか、手に取ってみたいですか、袋からちょっと開けてみ見てみたいということがあれば、スタッフにぜひ言ってください、はい、お待ちしてます。はい、お待ちしてます。 How are you? どうしたんですか？何そういうこと、打ち合わせが全くなかった。え、毎日が打ち合わせ。 Thank you and you。 ほら痩せた、ほら痩せた。出ますよ、あんま変な動きすると。出ます。実写パートですよ。はい、実写パートでーす。どうですか、この休憩中何か。これバッテリー入ったんですか？入れたんですって。ですって、ですって何回もチャレンジして、バッテリーのプロが入れたそうですよ。マジですか、すごい。ガッツポーズしてる。ハイセットが噛んでたらぶっ飛ばしちゃう。途中でプシュッとか言ってね、あっあっちょっとね、コクモクモクってあっあっ。ちょっと問題があってですね、やる銃をまたガチゴチ知らされてないんですよ。今回はですね、消しまして消しまして、本当に私も知らないんですね、どっちなのか。ちょっとヒントいただきましょうか。俺、バッテリーの神だから。ああ、そっちから行くってことですね。なるほどね。まあ、そんなもんでしょう。でも、気になってはいましたね。そうですね、四角い銃でしたね。はい、模様も四角いし、もういろいろとね、今の銃には珍しい。さあ、私もやったんですけど。おまあ、四角、まあ、四角でブルーバックで、ね、角張ってるっていうのは、はい、まあ、今の流行りといえば流行りなのかもしれないんですが、はい、ちょっとね、打ってみて、実際どれくらいこう、まあ、本当にこの性能が高いのか、ダメだったらボロクソに言うというのがデメ流なので。サイトないんです。
当てますよ。大丈夫ですか。いい銃だったら当たります。はい、事前に自分のグラフを立てといて俺は悪くない性能が良ければ当たらん。まず弾から見ていきましょう。はーい、じゃあまずこっちに行きます。お45度角セレクターがね、今日はね、おいい弾数だね、92.55。すごい、これちょっと92.55、弾数計もちょっと見やすくなりましたね、これね。ねえ、これ変わったのこれ。さっき変えてましたよ。93.16。93.16、はい。まで、はい。弾速に関しては非常にいい数値ですね。はい、早いですか。もう箱出しでそのまま使える弾速ですよね。構えづらいな。もう早速文句言ってるじゃないですか。いやいやいや。でも当たるかな。かも。どういう感じなんですか、その首のこう。サイトないから分かんないんですけど、はい、俺の体で向けて、はい、ここら辺だなっていうところに比べると、はい、ちょっとずれてる気がする。まあちょっとね、右に左に。いや、それが結構ランダムな感じなんで。おなる。まあ今、ちっちゃいの打ってみて、はい、判断しましょう。はい。この距離でですか。微妙に逃げるっていう、当たらないわけじゃないけど微妙に逃げる。おりゃ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 って感じの。あんま悪く言ってないですけど構えづらいですね。構えづらいよね。やっぱり構え慣れてないからなのかもしれないけど、構えづらいんですよ、意外と。これセーフティーよね、こう。こういうか。あれ、フレーム打ってるからうまいんだけど。はい、狙えないです。狙えないです。あ、ちっちゃいの狙ってみるとどれくらいずれてるかだね。いや、触りましたよ。あ、うち完全に倒れるのはゲージゲットじゃないで。何これ。ちょっと本音っぽいけど、何これ。ちっちゃいの当てられる気がしないですか。結構ね、ちっちゃいのが取れてるんだよね。当たりました。当たりました。でもなんか、それてる感がします、やっぱり。いや、もうそれすらもわかんないです。本当ですか。はい。ちょっと野生のクマに、俺はそれてると思うんだよね、ちょっと。いや、もうぶっちゃけサイトないからわかんないです、これ本当に。玉筋で合わせてると、はい、そこら辺でぴったり合ってるはずなんですけど、こう取れてってるイメージあるじゃないですか、指差しでみたいな。それすらもう、かけかかってない。わからなく、あ、先生。でも、やっぱ構える違和感はあるね。うん、なんかちょっと構えづらいなっていう。これゲーム中に例えばリロードするときとか、はい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 、かなり難しいんじゃない。そうですね、疲れられないとやっぱり難しいのと、普通の日本の感覚だとちょっと違うのかな。 L85 とこれだったらどっちがいいですか。これはこっちの方がいいですね、 L85 だったら。 L85 でもマガジンの抜き方はあっちの方が好きです。もう押してから。そうです、うんうん、こっちのタイプより。熊沢さん、どうしました。ターゲット1個、右行ったり、左行ったり、上行ったり。微妙なんだよ。なんなん、当たらないわけじゃないけど、なんかブレてる感じがする。あのね、あとね、とてつもなく構えづらいです。やっぱり構えづらいんだ。いや、サイズ感を、M4 とか AK とかって、まあ、ストックにもよるんですけど、合わせられるじゃないですか、自分の体格に。もう決まっちゃうんですよね。あんまり短いというかね。一番うまい説。レベル上がってるな。
どうですか、なんでしょうね。どうですか、これは上がり今、下が全然、あ、全然出た。どうかって言われたら、コップゼロですか。いや、若干効いてるね。若干効きですか。ダンドよりも俺このヒュボン、ヒュボン、ヒュボンヒュボンなんですけど、どうなんですか、皆さん的にどうなんですか。俺はヒュボン、ヒュボンっていうのがちょっと、このフローボーンがあんまり好きじゃなくて、ババ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 バってやつ、なんか気持ちよくないですね。それはあるですね。あとこの、なんでしょうね、現代日本人の方たちに合うかもしれないけど、はい、昭和世代にはちょっときつい感じですね。構え方ちょっとこれあれじゃないですか、肩の上に乗せた方がいいんじゃないですか。あ、なるほどね、はい、斬新ね、斬新に肩の上に一回乗けちゃって、あ、ぽい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 当たるんじゃないですか。意外と当たるし、ついてくるね。肩乗っける方がいいですね。こっちの方がでも安定はするじゃないですか。肩実でこれはできないからな。当たるけど、はい、気持ちくね。なんかこう、でも目線の高さまでグーって上がってくるから当たるんですかね。こう、ちゃんとまっすぐにしてやってあげれば行く、はいはいはい、だけど、とっさに構えた時にやっぱ慣れないから多分当たらないですね、これだと。うん、でもフィーリングはあの電子トリガーだけあってやっぱそうですね、自分には、うんうん、そこまで散らばるかと言われるとそうでもない。そうでもない。だからちゃんと多分狙えれば、まあ、いや案外ね、冗談みたいな構え方でこれが本当に、ね、しっくりくるから、うんうん、肩にはめてこうやってここのレールをまっすぐ見て打つと、まあそれなりに当たるから。ドットサイドつけてもあれですね、相当ちょっとハラのやつじゃないと狙えないけど、そのパラロックスが出ちゃうんで、出るね、でローにするかと言われるとやっぱ狙いづらいと、うん、でもブルバックみたいな銃はそういうの多いですよね。あ、そうなんですか。タボールとかもね、タボールとかもパララックスが大きい、狙いづらいね。そうなんですか、知らなかった。あのやっぱりこう M4 とかの目線で慣れてしまうと、こういう四角い銃になっていくとなんかどんどん上がっていくっていう、うん、傾向がありますよね。なんか壁に開いた穴とか打とうとしたら壁打ってるみたいな、まあ、そのまんまそうですよね。こうパララックスが起きてて、その差で壁バンバン打ってて、あったんねえあいつとか言ってると、自分がこう冗談で返って、あんたヒットだよみたいなことが本当に起きえるモデルなんですよね。なるほど。なんだろう、でも構えて思ったんですけど、やっぱあれっすよね、 ジムのスプレーガンっぽいっすよね。多分ここからここのフレームの長さが、はい、あんまり合わないんだと思うんですよ、僕らには。馴染みのない長さなんですよ。誰に合うんですかね。これをずっと使ってる人は逆にこっちのタイプの方が M4 だとしっくりこないんだと思うんですよね。へー。このフレームの長さに慣れてしまえば、自分たちはストックをこういじることによって、あのフレームの長さを調整するじゃないですか。ブルパックってここが動くものはないんですか。物によってはありますね。これのさらにこれがもうレールがついてて、ボタン式であれば動くことは可能だと思うんですけど、はいはい、そうするとまた構え方も僕ら変わると思うんですよね。ただそれをするとコンパクトさっていう部分ではメリットがなくなっちゃうわけですよね。コンパクトであってなおかつバレル超加工だから、はい、取り回しについても非常にこう立ち回りしやすいっていうメリットは失われちゃうわけじゃないですか、どうは、はいはいはい、だから、バレル超加工してるなおかつコンパクトに動きやすく、機動性の高いアサルトライフルとして使えるっていうのが、うん、多分ここら辺の開発の意図なのかなと思うんですが、まあ、この銃の形が好きな人だったら本当これで慣れちゃうんでしょうけど、ちょっとね、AKM4 で慣れてるせいか、はい、あんまりこうしっくりはこなかったんですね。なんかちょっと変な感じがします。今ワイヤーストップってどんどん短くなってるじゃないですか、この部分を当てるだけって形ですけど、これ広いのにもかかわらずなかなか当て感があんまり良くない、肩の当て感としてはゴツゴツしてるなっていう
あとやっぱ気になったのさっき言ってたあれですね、重さが重いですよね。後ろがこうヘビになりますね。電池入ったにもかかわらずちょっと、うん、バランスの悪さは本当にもう後ろが常に重いっていう状態ですから、なんか変な感じがしますね。中古がもう常に上に返ってくるんで、普段だと下にこう返るような、うん、フロントヘビーなものが多いんですけど、逆に後ろが重いから構えた時に疲れやすかったりもするんですよね。フロントヘビーってスリングで吊るしててこう降りてますけど、こういう武器になったりとかスリングした時起きますので、はいはい、でそれをするとバランスは銃の真ん中ら辺に本当はあるのがいいですけど、まあ、水中もないのでこうバランスを取っていって撃った感じ、ゲームをやる人だったらこれから入れば何の違和感もないでしょうけど、ああ、まあ、ちょっと他の銃と打ち比べてみましたっていうと、なかなかこう、はい、いやね、そんでこうあの重さの方がこういろいろあったということで、ね、はい、話をしてた中で全部ぶち切れたらしいですデメさんがぶち切れたんすか。いやいや、もうカメラを止めてってそっちじゃないなぜか知らんけどカメラ止まったってことなんで、はい、まあ冷笑だと思います。いつの間にか僕の放棄持ってるみたいな。そうですね、なんかつながり見たらあーこれ見たら、なんか切り替わってないと思ってる。デビルっていうのは、ね、基本的に一本撮りのはずですからね、なんかあったんじゃないかと。完全にカメラが止まったんですよ、っていうことでですね、撮り直しまして、はい、こちらデメリューの方なんですけども、はい、YouTube の方で、約5年のらりくらりとやらせてもらってる番組でございまして、こちらの方にですねコメントいただけると、なんとですね誰かしらのコメント返しがあるかもしれないということでですね、誰かしら、誰かしらって何人か知りたい、誰かしらのコメント返しに会うか仕返しに会うかどれかだと思いますので、気をつけてコメントをしていただければと思います。今の IPO の中ですね、住所バレないってことはそんなことございませんからね。いや、その気が脅迫ですから、家の前に行ってなんか家に行くぞ、脅迫なんてだ、ライターで顔を開けてお帰りってやってるかもしれませんけど、ちゃんと責任を持った発言をしてもらってね、家に行くぞって言ったら犯罪ですから、別に家の前をたまたま通り過ぎてライターでお帰りっていう人は犯罪じゃないかもしれないね。かもしれなくないですね。だからその人を目当てて行ってないかもしれない。若干の脅迫ですもんね。そうですね、もしかしたら狩りを取られるかもしれないです。ああ、まあでも多少それで やり返せるんだったら、それで生温かいコメントをね、応援していただきたいなと。温かいコメントで応援していただくんだったらもう僕らもほっこりできるんですけど、はい、明らかにヘイトを買いに来てる人とかは、はい、これやんのこらっていうのをね言えないからオブラートに包んで家の前で、はい、ライターがちゃんと火がつくかなって実験を何回かするっていうね、こうつくなーっていうそういう行動にぜひ出たくないのでね、出させるなよと。あんま出させるなよ。でも私この間一つコメント消しましたから。返事返しましたけど、はい、なんかまあ端的に言うと、はい、こんな使えないの買うかいこの野郎っていうから、まあ、それは皆さんの自由ですから、でもメーカーさんも頑張ってますからね、まあ、そういうところも考慮して、まあ、こっちもいいしあっちもいいしで、それは人それぞれだと思いますっていうお話をしたら、買うのはこっちの自由だみたいなことを言い始めたんで、もお話が分かってもらえないなと思ってピシッとしました。買うのは、ね、お客様ももちろん自由ですよ。僕らもそういう意思で、デメリューの中では自分たちの思ったことをそのまま言わせてもらってますから、売るのも自由、そうです、買うのも自由、勘違いすんなよこの野郎って言いたくなる時って人間ありますから皆さんイコールです、はい、もちろんメーカーさんもその人にだけじゃなくて他の人で万人に売れてほしいと思ってるかもしれないし、手に取りますからね、それはあります。だからね、はい、僕らもね、僕らはまあレビューしてる側ですから、どうしても好き嫌いもね、うん、やっぱ出してはい、まあね、ありますけどね、他レビューする人ってね、ちょっと袖の下もらってるから絶対いいことしか言わないんだけど、はい、袖の下くんねえんだから1ユーザーと変わんねえんだよね本当に案件でお金くれればね、はい、そりゃ綿さんだってもう今日サントリーからもらうためにね、そうです、猛プッシュしてますね、猛プッシュですよ。サントリーぐらいの案件来たらもうそりゃ大体あの辺の場面っていうのは下にバナーとかがあマジかマジかいやもう絶対案件来るよって思ってたのに、案件ね来たらそれはそれで、でもまあどうなんでしょうね、人それぞれの感想があるけど、俺がダメだっていう人もいれば、はい、俺のレビューを信じるっていう人もいるので、さまざまだ、本当にそういう状態ですから、はい、いろんな意見あって構いません、ただですね、ご意見はね、受け止めますけど、はい、なんかその、ものすごい偏見な話をされちゃうと、はい、これはダメで、これはいいんだって言われちゃうと、いや、それはちょっと違うんじゃないかなっていう、熊の手はグリーンパンダっていう偏見を持って、ね、それは間違ってない大丈夫ですか、はい、僕だけ
目しか見えてないのかな。この間札幌でなんかクマが大暴れして射殺されてましたよね。今日あのクマに3発殴られましたから、クリームパンで。クリームアンパンチ、クリームアンパンチ、本当に痛かった。もう朝から余計なこと言ったな俺と思いましたけど、まあそのためですね、コメントを募集しておりますので、ただし在庫とか、はい、カスタムの詳しいご相談とかは店舗の方まで、店舗の方まで、はい、お願いします。そしてもコメントだと遅くなっちゃう場合がありますね、返しがね。あとはね、あのこんな奴らと友達になりたくないと思う人が大半だと思いますけど、その中でも友達になりたいと思う人たち、すごく貴重な方、結構ですね、稀にいらっしゃいますので、そんな方はですね、チャンネル登録、チャンネル登録をしていただいて、あの僕らの活動を追ってもらって、来れるイベントとかぜひ時間を合わせて来てもらって、ぜひお話ししてですね、仲良くなりましたら、エアガンみたいなことで遊びましょう。サバゲーじゃないですね。サバゲーはあのいっぱいいろんなとこやってますから、参加してみてもらうといいと思いますよ。僕らがいなくても大丈夫です。あんまやらないんですか。いや、この間やりましたよ。1日19ゲームを。わ、すごい。ちょっとね、倒れるかと思いましたけど。あの、やるときはやるんですけど。やるときはやるほどですね。1ヶ月経ちました。経ちましたね。まあ、あの、また大きな、ね。その時で、撮影サイクルが1週間ずれて。そうですね、あの声やられてましたから。ああ、言ってましたね。もう全然声出なくなっちゃいましたから。まあそんなわけでですね、あの、はい、終わった方はぜひあのグッドボタン、押していただければ、いいねと思っていただければと、自分にご褒美と思っていただけるといいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあそんなわけでですね、今回ご紹介しました、RSEMG ゼケルタックのですね、RDBRDB、D と B はあの分かりづらいんで DB って言ってますけど、 RDB、 こちらですね、あの、まあ、最近のね、なんかスタイルの昔からアルファベット3文字の銃って結構あったんですよ、 BDR とかも、うん、まあ、やっぱ今時の銃の形かなと思いますので、はい、ぜひ、ね、あの興味がある方はモケパドックのホームページで、確認してご購入いただければと思います。はい、お願いします。それではですね、また次回何か、はい、いい商品があってなかったりしてもレビューは続くと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。またお会いしましょう。パッ、え、今度、え、パッバイデメー、パッ。